最高です。今の気持ちを聞かせてください。信じられない気分です。本当にあんた絶対打たれるやろなと思って5回くらいから投げてたので、やっぱ最後の回は、ね、あのマウンドに向かう時にファンの皆さんのボールコールがあったんで狙おうと思って頑張りました。その時の気持ちはどうだったんですか？あのいい当たりだったので、どうかなと思ったんですけど、周平が言ってくれたんで、めちゃくちゃ喜んじゃいました。バウンド上で、これ以上なく飛び跳ねてましたね。ちょっとあのやりすぎもしないですから、本当に一生に一回、達成できるかどうかなと思いますし、喜び表現したいでした。いい立ち上がり、どんな感じの手応えだったんでしょうか？前回の登板に続いて立ち上がり良くて、狙ったところに狙った球を投げられたんですけど、でも前回よりはそんなに球は走ってなかったんですけど、コントロールよくコースきっちり投げられたからこうなったと思います。後半でしたけれども、そのあたりどうだったでしょうか？本当にどっかで打たれると思ったんですけど、ツーアウトランナー二塁のからの強打のプレーで、もしかしたらあるかなとは思いました。そのファインプレーがありました。そしてその前にそのリプレイ現象に持ち込まれる際どい、そんなシーンもありましたけれども、その時はどう思ってたんですか？でもあれで無理にバッターと勝負しなくてよくなったんで、フォアボールが誰が出せるのかなので、全然、エラーありましたね。切り替えられました。そしてそこからの切り越え、見事ノーヒットノーラン。名古屋ドームではまだ13年前、山本昌さんと2人しか成し遂げていない大偉業です。本当に誰も信じられない現在に山本昌さんと一緒に名前がある仕事を取れているのはすごく嬉しいことですし、本当に加藤が、ね、途中で変わっちゃったんですけど、加藤と大西翔太さんに、あとは野手の皆さんに感謝しています。そんなバッグ、それから監督、何かどんな声をかけられたんですか？やっぱりみんな何も言ってこなかったんですけど、僕は気づいてたのもちろん狙ってはいましたけど、みんな静かになるんですね、やっぱり。そして成し遂げればこの大歓声とこの大きな拍手と本当にすごいことをやり遂げましたね。いや本当ですね。先日ね、ソフトバンクの千賀投手が達成した時に、お客さんのため息をその聞いたくなかったんで頑張ったって言ってるのを思い出して、俺はため息つかせそうやなと思いながら泣いてました。という笑顔といっぱいの大野投手、これで9勝目、4年ぶりの2桁勝利も完全に見えてきました。そうですね、最後までそば狙っていきたいですし、やっぱりチームも分配したので、それを決められたのも良かったと思います。さあ、そして第2部で弾みがついて、次、どんな思いでマウンドに立つでしょう？しっかりと1週間調整して、またこのような投球をできるようにしっかりやっていきます。そして、大いに圧倒したファンの皆さんに、この大偉業を成し遂げた大野投手、感謝の気持ちをどうぞ伝えてください。はい、本当にこのね、ノーヒットノーランは皆さんと一緒に達成したものだと思いますし、今日一日はこの喜びに一
緒にしたんで、また明日からドラゴンズ使っていけるように応援の方よろしくお願いします。